君の話には知性を感じない。それじゃ、お幸せに。ロバートという仮面も今夜限り。結婚？人並みの幸せ？ねえ、聞いてる？ロバート。ん？ああ、災難だね。7日で子供を作れぞ！失敬。にゃーん。C 暗号か。そのためにまず結婚して子供をこさえろ。これでも好きなの持っていいな。勝手に入ってくれ。いいだろう。ロイド・フォージャー、職業精神科医。それが俺ほど素性のあやふやな子が多く、経歴の改ざんに都合がいい。盗聴器なし、逃走経路も確保可能。ここに決めます。ではフォージャー様、こちらになります。家具付き、冷暖房完備。それとあのお客様。6つ。ん？6つ。お前6歳だった。本当なら全て一人でこなしたいが、ウェスタリス1のスパイと歌う。俺にとっては子供のお遊びだがな。確かイーデン校の就学年齢は6歳か。あの、できれば読み書きできる子を探している。これなら入学試験も容易に突破できる。この子にします。俺のことはお父様と呼ぶように。子作り任務達成。順調すぎて逆に不安だ。それとこいつの身分証の偽造。ちょっと出かけてく。ただただ普通を演じることこそスパイの真髄。どこからどう見ても平凡な親子である。こんにちは。今日越してきたフォージャーだ。冒険じゃない、ただの買い物だ。よりによって。つけてもいいぞ。どうすれば。ピーナッツ買ってやるから泣き。なぜ目立つ。ダメよ、小さい子は手をつないであげなくちゃ。ダメだ、理解できん。この非合理的振る舞いを。こいつ実は頭良くない。何してる。警戒。警戒されるようなことしたか。手つなぎは早かったか。嫌われてる。試験のためにお前の学力を知っておかなくちゃいけないんだ。子育ての基本は信頼感です。叱るより受け止めよう。子供と同じ目線で。もういい。出かけてくる。今日は連れて行かないからな。カンニングでもするつもりか。あのな、お前が入学できんとに任務が失敗。身につけさせることで将来はしてあげましょう。尋問してはダメなのか。何でも泣いて済まそうとする姿勢も腹立たしい。そこ！そこ！祈るよ。子供ってやつは何考えてるかわからん。おい、ダメだと言ったろ。最終的には玄関にバリケード築いて封じ込めて。ほらそこ、バレないと思ってんのか。アーニャ・ウィリアムズ、アーニャ・レブスキー、アーニャ・ロッシュ。4回も里子に出されては戻されてる。貴様、俺がスパイだと知ったからには消えてもらう。スパイ道具をいじられてはかなわんから、鍵かけ。あいつ部屋散らかしてないだろうな。そうだった、これをどかさねば。子供とはいえ、イラン情を抱くとろくなことにならんからな。忠告どうも。よくやった。素人の動きじゃなかった。本物ですよ。アーニャ！さらわれた。またやられた！失態だ。こんなリスクを冒してまでのこのこと敵地に。出去ったと思った過去の自分と無意識に重ねていたのだろう。いや、それどころ。誰も救いの手を差し伸べてくれない。
孤独や絶望とただ泣くことしかできない無力かと。よし行け、早く。スパイ失格。だからガキは失格だ。父、ジミア。大丈夫、おじさん何もしない。それを作りたくて俺はスパイになったんだ。あのな、お嬢ちゃん。アーニャ。あのな、アーニャちゃん。おじさんたち実はプロの鬼ごっこ集団。アーニャ、お家帰りたい。父とアーニャのお家。いいのか。ピチー。お前なんで、あ、いや、勝手に家出て何してんだ。彼女がささやかな日常を送れることを願うなら、二度と俺に関わるな。アーニャ。父。振り向いたら殺す。たそがれ。こんにちは、あるいはこんばんは、エドガーさん。頼んだぞ、アーニャ。お月。アーニャ、お城に住みたい。売りに出てたらな。アーニャ・レブスキ、アーニャ・ロッシュ。そうか、じゃあ帰ろう。なんだお前、俺の命狙ってんのか。気を抜いただと、この俺。あった、合格だ。でかした。アーニャ、偉い。偉い。気が抜けてたまった疲労がどっときた。助かる。子持ちバツイチ OK で名門にふさわしい。うまくできたんじゃないのこれ。ねえ、身長や体型には限度がある。仕方ない、例外は認めない。オスタニアの要人デズモンドの戦争計画を止めるため、ウェスタリス情報部。どうした父。二次審査は三者面談。好条件となるとなかなかうまくいかない。なるべくリスクを避けたい。何言ってんだ、あれだって相当リスキーだ。ったく、どこでそんな言葉を覚えてくるんだか。人手不足すぎて新たに別の任務が俺のところに回ってきた。とある密輸組織の壊滅だとさ。そうだな、外見だけでもなんとかせんと。かわいそうに。かわいそうって言うな。すいません。あら、子連れ人気ない。アーニャ、邪魔な子供。邪魔じゃないよ。たやすく俺の背後、何者だ。両親は共に高い、年の離れた弟。ああ、いや、妻とは2年前死別しまして。ただの油断か、最近気が緩んで。あの、あわよくば嫁役にと思ったがやめておこう。その容姿に好感をお持ちということで。まあ、はい。殺し屋。アーニャ。あの、父、アーニャの長さ判明した。お、誰。他のお客さん。はい、10ペントのお釣りケロ。毎度ケロ。ケロ、母親ですか。先の見えないこの時代、ありがとう。ではまず土曜のパーティーで。はい。というわけでして、代わりにこちらも面接時の母親役を頼む。まずは小さな要求を飲ませ。わかりました、引き受けましょう。パーティーに間に合わせるために速攻で片付ける、手伝い。追加任務の詳細か。どうよ、一つや二つなくなっても見つからんだろうな。偽装の時に使うんだ。うるさい、返せ。あいつは俺がもらう。おい、ダイヤ、ずるいぞ、高そうなやつ。おいとも。遅くなり申し訳ない。夜の夫のロイド・フォージャーです。食べ物を大切にするのは素晴らしいけど、足を使うのはちょっとはしたないよ。夜、精神科医の仕事にはよくあることなんです。楽しんでたかい、夜。嘘でしょ。ああ、フォージャーさん。違う。ああ、失礼。休館が少々暴れました。いや、恥ずかしながら僕がバツイチ子持ちなもので、いろいろ気にされていたのかも。とてなく恋人で良いのですが。しまった、
自分の任務とごっちゃに。私素敵です。え、夜は両親を早くに亡くし、それは鍼灸マッサージと歌ったし。レンジャーさんご存知？フォージャーです。ありがとう夜さん。それは近年の医学界ではもう一人かもしきれん。ごはん、すいません、夫などと。鋭いのか鈍いのか分からん人だな。危ない夜さん。何かのために過酷な仕事に耐え続けることは、殺しの仕事を続けていくためにも。今から？善は急げです。お、そうだ、結婚しませんか？はい？すごいですね。あいつ吹っ飛んでましたよ。今まで別居だったことや弟さんへの諸々の言い訳は、もちろん別々です。来客の時だけそれっぽくごまかしましょう。お手伝い。そうそう、とりあえず荷物。えらい、えらい。お前はバケツをひっくり返しただけだろ。スパイ歴十数年、数々のミッションをこなしてきたこの俺は今初めてくじけかけている。おでけけ、おでけけ、ランランラン。おでかけな、そういうことじゃない。アーニャさん、休日はいつもどんなこと？模擬面接にはまだ早かったか。よし、出かけよう。イーデン校は国内トップクラスのエリート校です。面接では子供はもちろん、ヨルさん、一流のアートに触れて以下略。チーチー、スポンポン、スポンポン。大声出すなって言ったろ。ビチョンパ、体チョンパ。ところでこれからどこへ？仕事のコネでいろんなチケット手に入れてまして。ヨルちゃん、こちらへどうぞ。はい。来た。来た。え、元気なの？どっちなの？あらゆる事態を予測し準備し、周到な計画に基づいて行動するのがスパイの鉄則。歩き方の癖というのはそうそう変えられんものだ。俺を欺けると思うなよ。ヨルさんには悪いが、こうなってはもう見つからんだろう。チチ、どうした？ケーキ食べたい。さっきレストラン出たばかり。ん、不用心なばあさんだ。おい、お前また。来た。ヨルさん、アーニャを頼む。こいつひったくり犯なので、警察呼んで突き出しといてください。とっても素敵な家族ね。今日はいい気分転換になりました。僕も改めて仕事を頑張ります。ありがとう。僕はヨルさんがいなかったら追いかけもしなかった。長い一日だったな。お友達が乗ってやっつけて臭い飯食わせます。そこは見なかったことにしとけ。